外人でございます。では世界一遅いモンストブログ始めてまいりましょう。スタートじゃなくて、いつもね世界一遅いモンストブログ見てくださってる方ありがとうございます。実はね今日一つソフトを買ってまいりました。こちらになります。まだ開いてないんだけどね、ちょっと。さあ出てきました。じゃじゃじゃん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 、懐かしいね、ドラゴンクエスト新作ですね。とは言ってもこれ本戦ではなくドラゴンクエストの世界観を使いながら、いわゆるね世界で有名なマインクラフトをドラゴンクエストの世界でやってみたらどうなんでしょうっていうようなゲームです。楽しみですね。私この今ローソンでオンライン予約して買ってみました。実はねこちら初回生産版の何かプレゼントが入ってるようです。ではせっかくなんで袋を開けてみました。パカッと、はい入ってますね。ローソンオリジナルの初期プレゼントです。ちょっとねコードが見えちゃうとまずいんですが、まず1点目はこちら、和風セット桜の木床ブロックというものがついてますね。ちょっと見にくいかもしれませんが、どうやらうまく建築していくのね、桜の木が咲いたようなブロックが手に入りますと。これがまず1点、初回限定版ですね。そしてもう1点、なんとドラゴンクエスト、スライム軍団、そしてドラゴンクエスト3ですかね、その時の勇者の服セットというものが入ってきました。こちらねローソンさんだけなのかな、他にもねアマゾンさんとかでもやってますが、また別のこういうチケットが入ってまして、確かね勇者じゃなくて衣装の方は魔法使いとかがアマゾンさんでは入っていたようです。では早速これも登録してからゲーム始めてみたいと思います。はい、こちらが追加されたアイテムですね。まず上から見ましょうか。ドラゴン&スライム軍団バトルチケットプラス勇者男の壁画の設計図、いいね。次が花坂の灰のレシピ、多分これ花坂じいさんでこう巻くと桜の木がねバーってなるようなアイテムなんじゃないかと思っております。では早速ゲームスタートだー。始める。いやー楽しみだな、久々のドラクエ。ドラクエでもこういうの出るんだ、ご注意って。ちょっとファンタジーな世界だからこういうのないかと思ってたんですけど、ね、やっぱあるんですね。うん、まずはオープニング。綺麗だね、やっぱプレステ4。おー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 、ゴーストスライムだね、定番のね。いいね。おーおーおー、めっちゃリアルよ。てんてん、彼が主人公なんでしょうね、きっとね。出た、マイクラの世界みたいな。おお。
いやいいですね、やっぱこの音楽テンション上がってくるわ。いやいいな。高いね。あ、なんか見えるな。アレフガルド復活せよ。結構。では早速行きましょう。よし。まずメルキド地方、アレフガルドの南に位置する高原地帯、かつは堅牢な守りの城塞があった、城塞都市があった。メルキド編、早速行きましょう。メルキド編、はじめにこの主人公の作成、まあ男の子で行きましょう。髪の毛どうしましょうかね。まあパッと見分かりやすい私のトレードから黄色でいきましょうか。肌、まあ別に何色でもいいんだよな肌は。まあいいや、これで。で目あんまり変わってるかどうかわかんないね。これでいいよ。決定。はい。名前は、ジンでいきましょうね。いつも使う。ジン。終わり。このキャラクターで始めましょう。いよいよですね。お、世界を作っています。どうなんですかね。お、いきなり、竜王が出てきましたよ。よくぞ来た。わしが王の中の竜王である。わしは待っておった。そなたのような若者が現れることを。もしわしの味方になれば世界の半分をお前にやろう。ああ、これはドラクエ1の時と同じコメントですね。どうした、世界の半分惜しくないのか。悪い話ではあるまい。こっから始まるんだね。ようやく見つけましたよ、あなたのことを。一つの忌まわしい選択が生んだ闇に覆われた世界。今この世界は空の光を失い、力なき人々はただ滅びの時を待っています。全てが失われていた世界を新しく作るにはあなたの力が必要なのです。さあ時は来ました。ジン、目をお開けなさい。うん、倒れてますね、いきなり。うん、目が覚めたのですね、ジン。誰が語りかけてるんだ、これ。あなたは覚えていますか、自分が何者で、自分がどんな存在であったのか。そうですか、やはり眠りにつく前のことは何も覚えていないのですね。それも仕方のないこと。いいえ、むしろ今はその方がいいのかもしれません。長い眠りの中で体がなまっていることでしょう。さあまず自分の体を動かしてみることです。動かしてみるのです。体を動かそう。左スイックで自由に移動ができ、バズボタンでジャンプができる。少しあたりを動き回ってみよう。ジャンプ。なるほど、よかった、体はしっかりと動くようですね。これならあなたは自分の役割を果たすことができるでしょう。ジンよ、長き眠りから覚めたあなたには果たすべき重要な役割があるのです。あなたが果たすべき役割、それは何ですかね。え、何ですって。役割はともかく体がだるい。確かに体力が減ってきているようですね。長い眠りの中で奪われていたのかもしれません。うん、
ではこの白い花びらを拾ってみてください。あなたが持つ力で体力を回復してみましょう。よし、まずはジャンプして取りに行くと。うん、白い花びらを拾めましたね。あなたは素材から武器や道具を自分の手で作り出す力を持っています。うん、そこにある切り具が砂防台にできそうです。手に入れた素材で傷薬を作ってみましょう。なるほど、アイテムを作ろう。集めた素材でアイテムを作ることができる。近くにある作業台を使ってまずは傷薬を作ってみよう。うん、作る傷薬。ヒットポイント回復ですな。もうできた。素晴らしい、初めての素材から物を作り出しましたね。それこそがこの世界であなただけが持つ特別な力。ジンよ、あなたは手に入れた素材から物を作り出す力があるのです。作った傷薬を早速使ってみましょう。動画三角ボタンで使うことができるはずです。アイテムを使おう。アイテムは左右で選び、うん、三角ボタンで使うことができる。傷薬を使ってヒットポイントを回復しよう。 OK。傷薬で体力回復できたようですね。その傷薬はあなたが自らの手で作り出したもの。この世界に生きる人々はとあるきっかけで物を作り出す力を失ってしまいました。ジン、あなたに与えられた責務、それは。え、何ですって？責務はとにかく早く広い世界に出たい。おお、それもそうですね。ではこの穴蔵から出るために足場を作りましょう。まずはこの太い枝を拾うのです。というかこれは穴の中だったんですね。全然わからなかった。外かと思ってた。太い枝を手に入れましたね。手に入れた太い枝を素材にすればヒノキの棒が作れるでしょう。出たー、一番弱い武器、ヒノキの棒ですね。さあ先ほどと同じ切り株を作業台にヒノキの棒を作ってみるのです。おーい、作る。ヒノキの棒。粗末な武器、攻撃力1。作ろう。素晴らしい、初めて武器を作り出しましたね。人はかつて物を作り、道具を使ってその輝かしい文明を作り上げました。人の文明の証といえる武器も、今あなたにしか作り出せないのです。ジンよ、あなたに課せられた使命、それは。え、何ですって？使命はともかく、まずは外の世界が見たい。意外とあれですね。しっかりしてますね。おお、そうでしたね。では、足場を作るために、自分で作った武器を装備してみましょう。丸ボタンでメニューを開き、ヒノキの棒を装備するのです。武器を装備しよう。武器や防具は、装備しなければ使えない。丸ボタンでメインメニューを開き、装備メニューからしっかり装備しよう。丸ボタンでメインメニュー、そして装備ボタン、ヒノキの棒、装備。ヒノキの棒を装備できたようですね。武器があれば物との戦いだけでなく素材を集める時にも役に立つことでしょう。そのものを壊して素材に新たなる素材に変える力もあなただけが持つ特別な力なのですと。世界が闇に閉ざされ、人々は力を失ってもずっと待ち続けていました。物を作る力を持つ者を。ジン、あなたは人々の願い、夢、希望、そして未来を背負っているのです。ジンよ、あなたが果たすべき一任務、それは。あなた、まさか眠っているのではないでしょうね。おい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 、仕方ありません。やはりまずはここから出た方が良さそうですね。では外に出る足場作りのために周りの土を崩し拾い集めるのです。壊して素材にしよう。四角ボタンで武器を振り物を壊せば素材として手に入れることができる。土を壊して土ブロック10個を入手しよう。なるほど。はい、ということで今日は10分経ちました。ここで第1話
ここまでにしておきたいと思います。皆様、明日は脱出、きっと脱出できるでしょう。それではバイバイ。今日からゲームの実況番組を始めたジンと申します。今後もどんどん配信していくのでよろしくお願いします。もしよかったらね、登録なんかしてもらえるとありがたいと思っています。もう一回だな。